草津白根火山の地形図草津白根山は、日本の北、関東、群馬県安郡草津町に所在する活火山である。標高は2160メートル。正式名称は、白根山であるが、他の白根山と区別する必要のある場合の、名称として地域名、草津を冠した草津白根山の名で呼ばれる。また、近隣の愛の峰と本白根山を含めた、 三山の総称とすることもあり、この場合は標高に1 7 1メートルの本白根山が最高峰となる。一つの火山の山体として捉える際は校舎の考え方をとる。山頂付近は白い山肌が広がっているのが特徴で、あるが1882年の噴火以前は火口付近まで緑が広がっていたという。山頂付近には複数の火口湖が形成され、湯釜。 水釜、枯れ釜と呼ばれている。かつて、山腹にはいくつかの溶鉱山が存在し、鉱山跡が現在も残っている。火山山体として捉えると、多数の火口と溶岩噴出口が山頂付近に集まった丹性火山群的な特徴を有する。約5000年前の噴火で形成された火口は、北東南西方向に数本の列で並ぶ。湯釜湯釜は、 直径約300メートル、水深約30メートル、水温約摂氏18度の加工庫である。pH が1.0前後であり、世界でも有数の酸性度が高い湖と言われている。これは、火山ガスに含まれる、塩化水素や二酸化溶が水に溶け込み、塩酸や硫酸となったためと考えられている。湖水は白濁した青緑色を呈する。湖水に溶け込んでいる。 鉄音や硫黄などが特定の波長の光を吸収するため、このように見えると考えられている。固定や沿岸には硫黄が沈殿しており、戦前から1960年頃まで鉱山会社によって採取されていた。同時に、噴気口から噴出する硫黄分を含む蒸気からの硫黄採取も行われており、湖岩には硫黄運搬用のトロッコやリフトが付設され、 事務所や作業所が立ち並んでいた。噴火に伴う高温の蒸気や火山性ガスによって、鉱山労働者に死傷者が出ることもしばしばあったという、河口園には湯釜を望む展望台が設置されている。なお、口実の噴火警戒レベルの引き上げに伴い、2014年6月3日から2017年6月15日までは、湯釜の周辺への立ち入りができなくなっていた。 草津白根山では、気象庁が運用を開始した2007年12月1日から、噴火警戒レベルが設定されている。群馬県と草津町は、レベル1の段階でも第一次規制として、山頂河口の湯釜から半径500メートル以内の立ち入りを制限し、当初は夏場の観光シーズンにのみ、規制緩和して、河口園の展望台まで続く歩道を開放していた。しかし、 2009年4月10日に半径500メートル域内のごく小規模な火山灰の噴出などへの警戒を呼びかける噴火予報が発表され、その後火口内で新たな噴気が確認されたことから、2010年4月8日に開催された草津白根山防災会議協議会において第一次規制の継続と当面の間緩和措置が見送られた。2014年3月から湯釜周辺で 火山性地震が増加し、4月頃からわずかではあるが、山体の膨張を示す変動が観測された。その後も様々な火山活動の活発化を示す兆候が現れてきたことを受け、2014年6月3日に気象庁は噴火警報を発表し、噴火警戒レベルをレベル2に引き上げた。これを受け、即日群馬県は国道292号の草津町折衝。 河原駐車場前から、妻ま井村万座三佐路までの 8.5km を通行止めとし、草津町と妻ま井村は第二次規制区域内の登山道を立ち入り禁止とした。その後の同年6月14日に規制が緩和され、日中の8時17時に限り国道292号の通行は可能になったが、途中山頂の半径 1km 以内を走る 2.5km の 区間は駐停車禁止となり、駐車場や売店も閉鎖された。2017年6月7日には火山活動の低下により噴火警戒レベルがレベル1に引き下げられ、立ち入り規制が湯釜河口の1トル圏内から5 0 0ル圏内に緩和された。これを受けて6月15日に、 国道292号の規制が解除され、駐車場と売店の営業も再開された。2018年1月23日午前10時2分頃、元白根山の鏡池北河口から直前まで目立った予兆もなく噴火し、気象庁は午前11時5分に噴火警戒レベルをレベル2に引き上げ、さらに噴石が 1km 以上飛んでいることが明らかとなったため午前11時50分には、 噴火警戒レベルをレベル3に引き上げ、警戒範囲を元白根山鏡池付近から 2km とした。この噴火による噴石で1名が死亡、11名が負傷。多数の監視カメラが向けられていた湯釜ではなく、全く監視していない鏡池付近からの噴火であったため、気象庁側は遅れて察知することになった。2018年1月の噴火を受け、 同年3月16日から、気象庁は、草津白根山の噴火警戒レベルを本根白根山と白根山とで分けて発表することにし、これに伴い、白根山はレベル1を継続という形となった。本白根山を中心とする規制範囲が縮小されたことで、同年4月20日に湯釜の近くを通る国道292号四角札道路の登記閉鎖が解除された。 しかし、翌日夜に、湯釜付近での火山活動が活発となり、翌22日付で、湯釜付近もレーベル2に引き上げられた。これにより、四学札道路も、冬季閉鎖解除からわずか2日で一部区間が通行止めとなった。2019年4月19日、道路管理者の群馬県から提示された条件を、草津町に研修させることを条件として、 四学札道路の冬季閉鎖が解除された。しかし、条件の一つにある全車を一旦停車させ、安全対応について告知するチラシを配布するが、西側において委託している草津観光公社の独断で一切行われておらず、それに伴って本来禁止されているオープンカーも通行していたことが判明し、4月24日に再び閉鎖された。その後は、 天候状況を判断しながら解放されていた。5月15日から火山性地震が増えているとして、同18日より再閉鎖、6月1日より再開通。その後も、冬季閉鎖期間を除き、火山性地震及び火山性微動が基準値以上、観測されるなど、火山活動が活発化した場合、数日から数週間程度の通行止め期間を経て、 活動が沈静化した場合再開通するという経緯を繰り返している。東京工業大学火山流体研究センターは主に草津白根山を研究対象としてマグマ中の気発性成分の挙動、火山体内部の熱水系、火山ガス放出量の連続測定法などを研究している。湯釜の湖水及び固定例中にはランタノイド系列のセリウム、 サマリウム、ジスプロシウム、イッテルビウムなどの元素が比較的高い濃度で含まれ、偶数の原子番号を持つ元素の存在率は、その前後の奇数の原子番号の元素の存在率よりも大きいという元素の存在量に関するオット・ハーキンスの法則が成り立っている。ここでは、火山活動を含む当地域についてのすべての事象を対象とした全種を取り扱う。 火山活動史を第一に表し、それに関係する地域史と関係しない地域史を第二に表す。三回の活動期に大別される。戦士時代戦士時代における火山活動について解説する。約1万年前からの主な活動歴は以下の通り、中期、海コール1000年前、西暦2000年を例下とする。有史時代有史時代における重要な火山活動に、 ついて解説する。講義の草津白根山全体の活動を網羅しているが、山の名称が明記していない場合は、基本的に競技の草津白根山を指す。ありがとうございます。